レミンスターはアメリカ合衆国マサチューセッツ州の中央部、ウースター郡の北部に位置する都市である。2010年の国勢調査では人口4759人であり、ウースター郡では第2位だった。レミンスターはウースター市の北ボストン市の西にある。マサチューセッツ州道2号線と道12号線が市内を通っている。週間高速道路190号線。 マサチューセッツ州道13号線、道117号園はすべて、市内に支店、または、終点がある。市の北は、フィッチバーグ市とルネンバーグ町、東は、ランカスター町、南には、スターリング町とプリンストン町、西は、ウェストミンスター町に接している。レミンスターとなった地域には当初、ナシュア川沿いにペナクック族あるいはニップマック、族インディアンの様々な集団が住んでいた。 川がトウモロコシ、豆類、カボチャ、タバコを栽培するために肥沃な土壌を提供してくれていた。ヨーロッパ人開拓者が17世紀半ばに到着し始め、1653年にはレミンスターの地域がランカスター町の一部として最初に設立された。ヨーロッパ人開拓者とインディアンは長年友好的に住んでいたが、1675年にフィリップ王戦争が始まった。 インディアンと初期開拓者の間の激しい戦争によって数多いものが殺され、この地域から住人がいなくなった。戦後、ランカスター町は事実上無人になっていたが、1701年に新しく土地の払い下げが行われた。開拓者たちはインディアンとの紛争をそれ以上避けるために、ナシャウェイ族のショラン州長と土地について話し合った。 マサチューセッツ州中央部で合法的に買収された土地は一握りのものに過ぎなかった。ノースレミンスター鉄道駅、1915年1737年までに、レミンスター地域は人口が増えて町として法人化されるまでになった。1740年7月4日、レミンスター町が公式に法人化された。南北戦争の頃、 レミンスターは地下鉄道の主要な活動拠点だった。エモリースターン校舎やジョン・ドレイクの家は半奴隷制度運動の拠点となり逃亡奴隷をかくまった。レミンスターの初期に町は小さな農業町だったが19世紀の初めにかけて経済は工業の方に急速に転換された。1800年頃に第5マサチューセッツターンパイクの開通し、 1808年には、ユニオンターンパイクと、ケンブリッジコンコードターンパイクが接続されると、共に、町は、地域交通の中心となった。しかし、レミンスターの工業は、ノースレミンスターを通り、ボストンに向かうフィッチバーグ鉄道と、町の中心を通るフィッチバーグウースター鉄道の、開通で、本当の工業化が可能になった。1850年代までに、製紙業、 ピアノ工製造業、串の製造業がモニュースノックブルックとナシア川沿いに工場を作った。レミンスター初期の開拓者は主にイギリス人の子孫だったが、間もなく多くの移民が集まってきて拡大する工場で働くようになった。最初に多かった移民はアイルランドからの者たちであり、続いて20世紀初期にかけてフランスやイタリアからの移民が入ってきた。これら新しい移民の波によって、 1840年の人口2069人から1920年には19744人と80年間で10倍近くになった。1915年、レミンスターは公式に主として法人化された。記念碑広場、1907年レミンスターで多くの異なる産業が確立される中で特に繁盛したのが串の製造業だった。 1853年までに街中にあった24の串工場で146人の労働者が働いていた。しかし、1800年代半ばまでに串を作るための動物の角やひづめなど天然素材が急速に減少し代替材料が必要になった。その答えは1868年に発明されたセルロイドと呼ばれる新材料だった。 この新しいプラスチックは騎製造業を変革させ、レミンスターには騎の都市というニックネームがついた。セルロイドの有用性は騎以外にも様々な商品を製造する機会も与えた。元ホイットニー馬車会社の複合施設レミンスターにおけるプラスチック製造を革新させた第二の発明は現在もある射出成形技術の開発だった。ドイツからの移民である レミンスター住人のサミュエル・フォスターが1920年代初期にドイツで発明された射出成型機械について学んだ。フォスターは間もなくレミンスターにある自分のフォスターグラント製造工場で類似した機械を作るよう要請した。この新しい技術は市内及び国内のプラスチック産業に大きな恩恵をもたらすことになった。市内最大のプラスチック製造者は 1901年にバーナード・ウェンデル・ドイルが設立したビスコリオド社だった。1913年、ビスコリオド社はパイロロキシレンプラスチックから玩具の製造を始め、1923年までに市内最大の雇用主になっていた。ビスコリオド社は1925年にデュポン社に買収され、デュポン・ビスコリオド社と改名された。それから間もなく、 レミンスターはプラスチック産業の歴史に果たした重要な役割ゆえにプラスチックのパイオニア都市と呼ばれるようになった。市内にはスタンダードトゥール社、セリグ製造社、CE バックル社、ホイットニー馬車会社など大規模な製造会社があった。特にホイットニーは世界でも最大の馬車製造社であることがあった。1956年芝生に置く 飾り物のプラスチック製ピンクのフラミンゴが、レミンスターのユニオンプロダクツで製作された。この有名な装飾品は、ドン・フェザーストーンがデザインし、ナショナルジオグラフィックに載ったフラミンゴの写真をモデルにしていた。世界恐慌のためにレミンスターのプラスチック産業の伸びは鈍化したが、20世紀の後半になると、プラスチック産業全体の衰退につながっていった。 製造業の全国的な衰退に従い、国内あるいは海外の安価に製造できる拠点に工場が移っていった。レミンスターの風景は変わったが、人口は21世紀に入っても増加を続けており、2000年にはツインシティであるフィッチバーグを抜いて、ブースター軍で第2位の都市になった。20世紀の後半にはラテン系民族の社会も大きく成長した。近年、 マサチューセッツ州道2号線と、週刊高速道路1 9 5号線の建設で、レミンスターは商業と郊外の色彩が強い都市に変わってきた。ツインシティプラザ、モールアット、ホイットニーフィールドなど、ショッピングセンターが建設され、市を商業の中心として成長させ、マサチューセッツ州中央部の小売業で最大級の集積地となった。安価な土地も、 ウースターやボストンに通勤する者の,の住宅地として魅力あるものにした。それでもレミンスターはその製造業の遺産をいくらか残しており、多くのプラスチック製造業が市内に施設を保有している。レミンスター中心街の記念碑広場、伝統的ニューイングランドのコモガアメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は29.8平方マイルであり、 このうち陸地28.9平方マイル、水域は0.9平方マイルで、水域率は2.96%である。レミンスターは主に梨和川の上の大地の上にある。川は市内東部を流れ、北部を横切った後に蛇行して、フィッチバーグに向かう。市内北部と西部は、丘が散在し岩がちな地形である。最も目立つ丘は、南北のモヌースノックヒルであり、 市内西部にある南モヌースノックヒルが標高線2 0フィートで市内の最高地点である。19世紀南の丘は家の基礎に使われる花崗岩を切り出された。この二つの丘の西には貯水池とレミンスター、周遊林がある。その東にはモヌースノックブルックが町の中心に向かって蛇行しており、工業の初期には貴重な動力源になった。市内には フレンチヒルなどいくつかの小さなビレッジに分けられる。フレンチヒルは一番通りから一番通りまで3階建てアパートが並ぶ計画外区のある大きな丘陵である。ここに大勢のフランスからの移民が入ったことでフレンチヒルと呼ばれている。20世紀初期イタリアからの移民が入り半分閉ざされた社会を形成し、それが長く続いたのがリンカーアンテラスである。 フランス系移民は新しい教会を建設し、それに近く移転した。その他の地域として、ホースホロー、ノースレミンスター、ライスヒル、ザ・フラッツ、ザ・ボアリー、ウェストサイド、カーバーンがある。カーバーンは市内のフィッチバーグとの境界に沿ってあり、フィッチバーグレミンスター鉄道のトロリーカーがこの地域で保管、保守されたことでその名がある。現在はバスを運行している。 ジョニーアップルシードの生誕地を示す花崗岩の標識がジョニーアップルシードレーン沿いに見られる以下は2000年の国勢調査による人口統計データである2000年時点で市内の雇用形態別構成を見ると管理専門職分野が市内労働力の32%以上を雇用して最大である続いて営業と事務職が26.8%教育 医療、社会サービスが20.2%となっている。製造業が市内従業員の25.5%を占めている。労働者の84.3%が一人で通勤し、9.1%が乗り合いを使っている。1.7%は公共交通機関を使い、ントは徒歩で通勤している。平均的な通勤時間は片道十五分である。 レミンスターは様々な劇団、芸能集団、展示と娯楽行事など長い文化の歴史がある。1910年にイタリア移民が設立したレミンスターコロニアルバンドは1930年代から夏の無料コンサートを開催している。毎年のクリスマスコンサートは1990年に始まり、市の人気ある伝統になった。1973年から セイヤシンフォニーオーケストラがマサチューセッツ州中央部で活動している。オーケストラのプロ団員、街のボランティア、学生の音楽家で構成され、人気が出たので、2000年にはフィッチバーグのモンタチューセット地域職業訓練校に、あるストラオスディーカカス芸能センターに拠点を移した。このオーケストラのコンサートは、毎年売り切れている。1996年から、 マサチューセッツ州中央レパートリー劇団がレミンスターのコングリゲーションアグナットアチムシナゴーグで講演している。レミンスター芸術協会は修道13号線沿いにあるその拠点から市内の芸術を促進している。毎春、この協会が中心街のセントレオ協会で3日間の展示会を開催している。この展示会でマサチューセッツ州中央部の高校生一人が その芸術教育を継続するために500ドルの奨学金を授与される。毎年6月、ドイルフィールドでスターバースト祭が開催されている。この祭りでは、ライブのエンターテインメント、屋台、音楽演奏、スターバーストオーケストラによるバンドコンサート、花火が行われ、毎年8000人以上の監修を集めている。レミンスター。 今年の市民賞もこの祭りの間に一人の男性と一人の女性に授与される。9月、秋の季節と市の英雄である、ジョニー・アップル・シードを祝って、ジョニー・アップル・シード祭が開催されている。1994年から記念碑広場で開催。地元のブースが100点以上や、地元レストランや多文化集団によるフードコートもある。2008年までは、市内に、 全国プラスチックセンターと博物館があったが閉鎖された。レミンスター市レクリエーション部は多くの公園や遊戯場など103エーカーの土地を維持している。著名な公園には記念碑広場、アーサー・エーフルニエシニア記念公園、イブリン・ハチー公園、ジャスティン・ドス・サンティス・フィールド、バチャンド・フィールド、バーレット公園がある。バーレット公園は市の主要運動施設であり、 テニスコート8面、サッカー場とトラック1面、野球場、遊戯場、フットボールとサッカーに使えるスタジアム、クラブハウスがある。1931年に開場されたドイルフィールドは観客席が6200あり、臨時観覧席を入れると1万人近くを収容できる。2005年、この競技場は大がかりな改修工事に入り、完成は2020年の見込みである。 このプロジェクトは3段階に分けられており、第1と第2の段階は2012年でほとんど完成した。2012年までに500万ドルが使われた。改修には、観覧席の付け替え、新しい芝の植え替え、新しいロッカールーム、売店、記者席、エンターテインメントパビリオン、切符売り場があり、客席数は4572席から6912席になった。 レミンスター州有林のクローヒル池ドイルコミュニティパークセンターは保存信託が管理する167エーカーの開放空間保護地である。この保護地にはマサチューセッツ州中央部信託の本部会議室を収容しイベント会場として機能するドイル保護地センターがある。市内には面積4300エーカーのレミンスター州有林もあり人気ある。 ハイキング地になっている。この周遊林内にクローヒル池とパラダイス池があり、どちらも夏のピクニックや水泳の入り口になっている。冬にはクロスカントリースキー、スノーシュー、スノーモービルに開放されている。地元ゴルフコースにはモニュースノックカントリークラブやグランドビューカントリークラブがある。その他、レッドテールゴルフコースやオークヒルカントリークラブもある。 レミンスター高校はスポーツで長く優秀な伝統があり、その成功は市の大きな焦点になっている。レミンスター高校ブルーデビルズフットボールは、州のスーパーボールのタイトルを11回獲得したことを含め、州内の高校フットボールでは最大級に成功したチームである。そのライバルがフィッチバーグ高校のレッドレーダーズである。この二つのチームは1894年から毎年、 感謝祭の日に対抗試合を行ってきており、州内の高校対抗試合では、ニーダムとエールズリーのものに次いで、第2位の歴史がある。レミンスター高校ブルーデビルズから出た選手やコーチには、ルー・リトル、ロニー・カヒル、フランク・ノバクなどがいる。市内は、フューチャーズ大学館野球リーグのワチュセット・ダート・ドワーグスが本拠にしている。このチームは2012年のリーグ拡大に参加した3。 チームの一つである。ダートドワグスは新しく改修されたドイル野球場で試合を行っている。レミンスター中心街、レミンスター市は市長、市政委員会方式の政府形態を採用しており、市長のみが執行権を持っている。市長は全市を選挙区に選ばれ、他に市政委員会の4人の委員も選ばれる。市内は5つの選挙区もあり、 各区から一人の委員が選ばれ、合計9人の市政委員がいる。市長には政府部門の長と委員会の委員を指名する権利があり、これらを市政委員会が承認する。現市長は DJ マッツァレラである。マッツァレラは1994年1月3日に就任し連続11期市長を続けている。レミンスター市の歴史でも最長の市長である。 市内の公共教育はレミンスター公共教育学区によって運営されている。市内に地区小学校4校があり、幼稚園から5年生を教えている。中学校は2校あり、6年生から8年生を教えている。高校はレミンスター高校1校で9年生から12年生を教えている。高校には学術課程と技術教育センターと呼ばれる。 職業課程がある。この学区では3つの修学前プログラムも行っている。レミンスター公共図書館2010年撮影市内にはセントレオカトリック学校とセントアンナカトリック学校という私立学校2校がある。セントレオカトリック学校はレミンスターのセントレオ教区にセントアンナカトリック学校はセントアンナ教区に属している。どちらもウースター教区に属している。 高等教育機関としては、マウントアチュセットコミュニティカレッジのレミンスターキャンパスと隣接するフィッチバーグ市のフィッチバーグ州立大学がある。レミンスター公共図書館が市内の主要公共図書館である。1856年に設立され、1910年に高級的な建物が開設されるまで何度も場所を変えた。新しい建物の資金を確保するため、 図書館信託が事前事業家のアンドリュー・カーネギーに援助を要請した。カーネギーは二万七千五百ドルを寄付し、市が毎年図書館の維持のために必要な予算として十パーセントを割り振れさえすればいいと言った。二千八会計年度で市の予算の一点三九パーセント、百十八万三千七十六ドルを公共図書館に当てており、市民一人当たりでは二十八ドルほどである。 フィッチバーグを本拠にする日刊誌センティネルエンタープライズがレミンスターで主要な印刷物メディアである。1973年にフィッチバーグセンティネルとレミンスターエンタープライズの合併で現在の形になった。レミンスターエンタープライズは1873年の創刊だった。この新聞はレミンスター市内に衛星支局を維持している。ウースター軍では ウースター市で発行される、ウースターテレグラムガゼッ Z も購読できる。地元では、レミンスターチャンピオンが週刊のコミュニティ市となっている。レミンスター都市圏では、シーンマガジンが月刊の娯楽雑誌である。レミンスターアクセステレビジョンが、レミンスター市にあるテレビ局であり、地元向けのプログラムを放送している。毎年感謝祭のフットボール試合も中継している。 ノースレミンスターにあるマサチューセッツ湾交通局線の駅ボストンのノース駅からマサチューセッツ湾交通局が通勤電車のフィッチバーグ線を運行しておりノースレミンスターに停車駅があるモンタチューセット地域交通局が担当する広範なバス交通もあるレミンスター、フィッチバーグ、ガードナーの各市内で運行されている 隣接するフィッチバーグ市内のフィッチバーグ市民空港が地域のハブ空港になっている。ジョニーアップルシード、ハーパーズマガジン、1871年。ありがとうございます。